趣旨の説明を聴取いたします。永岡文部科学大臣。この度政府から提出いたしました独立行政法人大学改革支援学位授与機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由および内容のお概要をご説明申し上げます。成長分野を牽引する高度人材の育成輩出を担う大学や高等専門学校の機能強化は喫緊の課題ですが、我が国ではデジタルグリーン等の成長分野の人材不足や、理工系の学生割合が諸外国に比べて低い状況にあり、大学や高等専門学校における成長分野への学部再編等を早急に促進する必要性が、教育未来創造会議第一次提言等において指摘されています。この法律案は、このような状況を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から、特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進するため、独立行政法人大学改革支援学位授与機構について、大学および高等専門学校の学部等の設置その他組織の変更に関する助成金を交付する業務を追加するとともに、当該業務に要する費用に充てるための基金を設ける等の措置を講ずるものであります。次に、この法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第一に、独立行政法人大学改革支援学位授与機構の目的に、学部等の設置、その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から、特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを追加するとともに、機構の業務に当該助成金の交付を追加することとしております。第2に、文部科学大臣は、助成業務の実施に関する基本指針を定めなければならないこととするとともに、機構は助成業務の実施に関する方針を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととしております。第3に、機構は助成業務等に要する費用に充てるために、基金を設けることとしております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由、およびその内容の概要であります。何卒十分ご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。以上です。これにて趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案審議のため、本日、政府参考人といたしまして、内閣府大臣官房審議官、諸健吾君、文部科学省大臣官房長、望月忠君、初等中等教育局長、藤原昭夫君、高等教育局長、池田隆邦君、高等教育局私学部長、森剛君、研究振興局長、森昭則君、スポーツ庁次長、角田義彦君、文化庁次長、杉浦久弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柚木道義